ねえオムス聞いて、評議会がやってること、あれは正しいの？騎士団長さんがね、話してるの私聞いちゃったの。今の王国は最悪だ、民は貧しさと飢えに苦しみ、町のあちこちで人々が生き絶えてるって。ねえ評議会の言ってることと違うのはどうして？どっちが本当のことなの？教えて、オムス。困りましたなあ。女王があのようにやる気を出されてしまうと。この国がすでに私たちの手に落ちているということ、それも民に知られかねないわね。女王の議会への参加、その程度許してやろうではないか。あのような無知な小娘、これまで通り騙し続ければよいだけのこと。うん、責任は全て女王に押し付けたままでな。ええ、それがよろしいですな。あくまで生かさず殺さずということでございますな。お父様、お喜びください。本日評議会が決定してくださったのです。私を王政に参加させてくださると。これで私もこの国のために働くことができます。私は今までの自分を反省しています。民のことを第一に考え、貧困と争いを根絶することに努めたいのです。お父様、古の魔法には人々を苦しみから救い、夢を叶えるものがあると聞きます。見ていてください、お父様。人々に希望をもたらす伝説の魔法、私はそれを必ず得してみせますから、この王国の多くの民に希望の光をもたらすために。